アリスアトハイリウルギュプリュは、トルコの法律家、外交官、政治家。1965年に、第29代トルコ共和国首相を務めた。当時オスマン帝国領だった、シリアのダマスカスで生まれる。父ウルギュプリュ・ハイリエフェン m d は、第一次世界大戦中に、オスマン帝国の宗教省を務めた、イスラム教神学者で、 祖先には18世紀にオスマン帝国の大祭相を務めたネブシェヒルリ、ダマトイブラヒムパシャがいる。ガラタサライ高校を卒業後、イスタンブール大学法学部に学び、1926年に卒業、管理となる。トルコギリシャ間の住民交換作業に従事。1929年1932年は商業裁判所に勤務。1939年。 カイセル選挙区選出のトルコ大国民議会議員となる。1947年に、シュクル・サラジオオル内閣に、租税、選売省として入閣。1950年、民主党所属議員として議会に復帰。しかし1952年に議員を辞し、中西ドイツ大使、中英大使、中米大使、中スペイン大使を務める。1961年、公正党から、 上院議員に選出され、上院議長となった。1965年2月、イスメとイノニュ内閣の連立崩壊を受けて、ジェマル・ギルセル大統領から組閣を要請され、公正党を中心とした暫定連立内閣を組閣した。この内閣は、議会の信任を経ておらず、10月の総選挙までの管理内閣であった。その後、 上院議員を1972年まで務めた。1981年にイスタンブールで死去した。ありがとうございます。